こんにちは、ソックニッターのまゆみです。今日も編み物ラジオをしていきたいと思います。皆さんも編み物をしたり作業をしたりしながら聞いていただけると嬉しいです。スパイラルソックスを編んでいます。こんなになってしまいました。最近 YouTube の新しい機能でショーツっていうなんか短い動画、 TikTok みたいな短い動画をチラチラ上げているんですが、皆さんにはどのように見えているのでしょうか。私の狙いとしては YouTube 開くとちょっとこうおすすめ動画の下にこう縦長にこう YouTube ショーツって書いてあって、そこによく編み物の動画、私の動画を見られる方は、そこにこう私のが載ってて、あ、なんか表編みしてるなとか、ゴム編みしてるなとか、この代わりゴム編みしてるなっていうのがパッと見れる、こう縦になってて、ピーピーピーって見ながらやれるようになってたらいいなって、なんかいつも最近長い動画ばっかりだったし、短い動画も撮ってみたくて、ちょっとなんだ、ほどいてるのの逆再生が編んでるように見えるとかいう、ちょっとおふざけ動画も出してるんですけど、そんなのがパッて見れたら楽しいかなと思ってるんですが、なんかこんな動画を撮ってほしいなっていうのがあったら、ショーツ、短い動画、1分以内だそうなので、1分以内でできるものあったらリクエストいただけたらいいと思います。でもすみません、ほとんど自分のお楽しみで編んでいます。そのうち歌でも歌い出すかもしれません。あ、ここ難しいんですよね。裏編みからスタートなので、キュッとこうコードの近くに持ってきてから編まないと緩みそうで、まあ、編みつつおしゃべりもしつついきたいと思います。皆さんはどんなものを編まれてるんでしょうかね。なんか耳だけお貸しいただけたら。今日はちょっと途中に写真を入れたいなとは思ってるんですが、その時は口で言うので、どうぞ耳だけ貸していただけたらなと思います。で、私の大好きなミニマリストの風の民さんが、見すぎない方が物を増やさずに済むよっていう話から、なんか聞きすぎるってことはないんだよねって、ずっと聞いてても聞き流してることもあるのでって言ってたので、あ、私の編み物ラジオっていつも喋りすぎかなとか言いすぎかなとかって思ってることあったんですけど、皆さん聞き流していただけたら、結構動画を見てると同じことを言ってたりとかもするんですが、大事なことは何回言ってもいいかなと思うし、毎回同じ人が見るとも限らないので、同じこと言ってるなと思ったら聞き流していただけたらなと思います。でも自分らしなりにバリエーションを持って靴下について語れるように勉強もしておきたいなとは思っています。これからの私の成長も楽しみにしてください。よかったらチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それから、今日はこの私の趣味歴についてちょっと話してみようかなと思っています。前から好きだったのはソフトテニスで、あと結構カラオケとかはずっと行ってましたね。でももう何年も最近行けてないですね。新しい歌はチェックして、好きな歌っていうかは歌いたくなるんですよね。で、昔なら CD を買ったり、今なら YouTube を何回も聞いて歌えるようになりたいと思うんですよね。なんだかわかんないけど。で、カラオケで歌いたいなって思って、よく仕事帰りに一人カラオケとかをして、それ発散してた時もありましたね。でも今はちょっと行けなくなって、カラオケは行ってないですね。代わりに三線ってわかります？私青森なんですけど、沖縄の三線っていう、これを1にリセットするんですけどね。沖縄の三線っていう3本線が入ったギターみたいな、三味線の沖縄バージョンみたいな、
蛇の皮でできたようなの、まあ私は偽物しか持ってなかったんですけど、それで弦を1本ずつ押さえて1本ずつ弾くのですごく簡単なんですよ。ギターみたいに、私ギターもやったことあるんですけど、 F がこうしてこうだったかなんかこうしてこうだったかな、それが押さえれなくって結構それ最初の方のコードなんですけど、なのでギターは弾けないんだなーっていうことで、で沖縄の子に教えてもらった三線を、最初カンカラ三線って言っておっきな空き缶で作った三線で、花とかなんだ夏川りみさんの何でしたっけ、あー出てこない、ちょっと待ってください、夏川りみさんの歌、あー出てきた、なだそうそうです、危なく歌うところでした、いつか歌うかもしれませんそう、なだそうそうとか四万十だからとかを弾いて、島歌とか歌うのが好きでしたね。で家でそんなを練習して、なんか漢字で書いてるんですよ楽譜が、それを見てと、そしたら指が動くくらいにはなって、なんだっけオリオンビールとか、なんか早いハイサイおじさんとかそういうのは弾けないんですけど、でもそんなのを流行りの歌とかも結構楽譜がすぐ出て、練習したりしてたんですけど、三振は何回買ったろう、3回買って3回手放しましたね。やっぱりずっと持ってなくてもいいやっていう、この無駄なことを何回も繰り返して趣味の数を減らして、今は編み物っていう感じになってますね。でその前に前の国のオマーンにいた時に、嬉しいことに自分に合うスカートがなかったんですね。なんだろう、結構サイズ大きめな国で、なのに私お尻が大きくて、そういうスカートがあんまり売ってなくて、 H&M なんかあるんですけど S サイズとかちょうど良かったんですよ。海外行ったらね、日本人は痩せてるって思われてちょっと嬉しいですよで、まあ日本に来たらね、普通サイズか普通より大きめなんですけど、で自分に合うサイズのスカートが欲しくて、でなくってウエストとヒップを合わせると、で自分で今ちょっと写真をこの後に載せますね。ちょっと黙っちゃったらその写真だと思って見てください。入れれるかな。なんか布屋さんがあったので、そこに行って、あとミシンも現地で買って、5000くらいだったかな、安かったんですけどね。それでサーキュラースカートってわかります？360度の円で、あと自分のウエストの円を切って、こう間にゴムを入れればスカートになるんですけど、そんなのを何回も作って、しかもなんかこう固めの素材、シーチングって言ったかな、なんかそんな素材の布がいっぱいあったので、それで作って履いてましたね。ちょっとこう大事な、なんだろう、集まりとかにそんなスカートを履いて、ドレスなんかなかったので行ってましたね。でも床が大理石で冷房で結構寒いので、ちゃんと靴下を履いてしまうという、ちょっとダサめの格好の写真を載せると思います。どうぞご覧ください。そんなのをしたりして、靴下も自分に合う靴下が欲しくて始めた趣味だったので、それも楽しかったですね。でそんな海外にいた時の話とか、そこでのこととかも、いつかセカンドチャンネルってものを立ち上げて、そちらの方で出すかな、たまに出そうかな、そんな時間が作れたらいいなと思います。でこう外国に行く気分を味わっていただけたらなと、もしそういうのが好きな方用に作ってみたいなっていう夢があります。そう、なんでこれをしてみようかなと思ったかっていうと、コメントで
Google フォトについて教えてくださった方がいて、で、Google フォトを見たら私、結構前の、何年だろう、十何年も前の写真までちゃんと残ってたんですよ。なので、そのスカートも見っけて、なので、観光に行った時の写真とかもあるし、お、じゃあこれを話だけじゃなくて本当に写真見せることができるなと思って、いつか載せてみたいと思っています。なんか YouTuber っぽいですよね、本当に。セカンドチャンネルですって。なんかこっちのチャンネルが、なんかこう、何かの表紙に動画を停止された場合にそっちに移すことができるんだそうです。なので、もし何かあった時のためにいつか作りたいと思うので、まあ、いつになるかわかりませんが。あれ？あ、いいのか。お楽しみにお待ちください。そして Google フォトについて教えてくださった方、ありがとうございます。私の消したと思ったデータは全然消えてませんでした。よかった。そう、ここからはコメントの話をしたいと思います。いや、コメントの話が今日は大半だと思います。今日は日曜日で編み物ラジオを出した日なんですけど、すっごいコメントいただいて、日曜日幸せですね。なんかこう、自分が悩んでたことを話して、それが励ましてくださって、私がおかしいのかなって、それが常識じゃなくなってきてるのかなって不安だった時に、皆さん理不尽なことってあるよねとか、頑張り損だよねとかって言ってくださって、ああ私って間違ってなかったっていうか、こっちが非常識なのか自分が非常識なのかなって思ってたことがやっぱり常識だったんだ、世の中そんなに悪い人ばっかりじゃないんだっていう勇気づけられました。本当ありがとうございます。私がこんなにパワーをもらっています。ちょっと勇気出して言ってみてよかったなと。で、心優しいんですねって言ってくださった方もいらっしゃったんですが、実は辛口かもしれませんよっていうのを先に言っておきます。ここからわがままをちゃんと全開して動画撮っていくかもしれないので、先に言っておきます。そう、それで一番話したかったコメントの話、まず一つ目です。かかとを同時編みでかかと編んでる時に、こっち編んでる時にこっちがこうくるくるすると、私は1回転してるのが2回ぐらいまずあって元に戻したりとかするんですけど、それをどのように解消してますかっていうのをちょっといろいろ考えてみたんですけど、私は80センチの輪針を使ってて、ここが余らないので、こっち編むときも結構ここの近くにいるんですよ、もう片っぽが。まあ、それでも回ってるので、100センチとかだったらもう少しこう隙間があって、くるくるになることもあると、もしこう重みで、こう、こっちの方がこう上がって、こっちをこう編んでたらなることがあると思うんですよ。でも、それを直し直しすると、キリがないじゃないですか。で、外れたりもしても嫌だし、それをどうやって解消してるか、もし皆さんのアイディアがあったら、コメントいただけたらなって、コメントに頼りきりになってすいません。私としては、ひっくり返すときに、こうこうだけ、こう引き返してこうするだけにしてることが一つと、こっちを近くに、もう一個の休めてる方を近くにして編むようにしてるということかな。で、その方100センチの輪針を使ってるそうなんですが、80センチの買おうかなって言ったんですけど、80センチの買ったからといって解決するかわからないし、ミニマリストの私としては物を増やすよりも違う解決法があるんじゃないかなと思ったので、もし、こんな方法してるよっていうのがあったら教えていただけたら嬉しいです。あと何でしたっけ？ひっくり返さないでこっちからこっちに編むっていう手もありますよね。なんか左利きの人が得意な、前にちらっとお見せしたやつですね。なんかひっくり返、左から右に編むっていう動画です。そういう手もあるかなと。
思います。あと、なんだっけ、違う針に一旦これを休ませてからこっちを編むっていう手もありますよね。でもなんかな、他になんか解決法がいいのがあったら教えていただけたら嬉しいです。何回言うんだこのセリフ。よろしくお願いします。そしてコメントの中に2枚重ねで同時編みする人が海外にいるのが気になってますっていう話だったんですね。私も気になってて、なんかこの靴下をこっちに入れて中に入れて、私裏と表にして編んでるのかなと思ったら同じ向きでこう入れてて、フランス式ここに2本してこうこっちで編んでこっちで編んでとかっていうパターンと、この右と左で編むパターンと、なんかで違う色の糸でこんな風に違う色の糸になるようにして編むべきだみたいなおすすめをしてる動画があったんですけど、なんだっけ、なんて検索すればいいんだっけ、ワンサイドエンドアザー、ディアザーかな、なんか2 at a time って言うんですよ。2個を at a time、同時に編むっていうのが同時編みって意味なんですけど、それに加えて one side and the other って入れると中に入れる編み方が出てきます。でもその英語を訳しきれなかったんですけど、それの利点は何なんだろうと思って、なんか早いとは思えないし、なんかここは厚くなってて内側がどうなってるか見えないような気もするし、何かでも利点があるからその技を使うんですよね。なんだろう、ちっちゃい面積で持ち歩きやすいってことかな。なんて世界にはいろんな編み方があって、そういうのを考えると楽しいですよね。もしそこにいい利点があるのであれば試してみたくなるじゃないですか。ね、もしやったことがある方教えてください。1,2,3,4。そしてこの2枚重ねが気になってる話と、今回今年の冬に編み物本を1冊買ったんですね。毛糸玉っていうのがそろそろ来ると思うんですけど、でまず他にも気になってる本があったんですけど、一冊だけ買おうと思って。で、なんか、アイコードで編む、手袋とか、多分、指のある靴下とか、靴下とかが編みやすいっていう本が気になってるんですけど、なんか、こう、二つで、こう、コードを編んでいくやつありますよね。リリアン編みみたいになるのかな。それが気になってて、その靴下編んだことがあるのか。で、私いつもAmazonのレビューを読んだ気になって、それで選択するんですけど、皆さんもそうですよね。で、なんかこう、それがちょっと難しい。そうじゃなくても靴下編めるみたいな感じだったんですけど、私としては、5本指の手袋と5本指の靴下が編めたらいいなって思ってるんですよね。なのでもし今度はそれ、そうですよね、あまりコメントに頼らずに今度はそれが気になっていますという話だけに留めておこう。そして、ああそう、編んでみたい毛糸の話をしたらいっぱいコメントがあって、あ、で、いいコメントだなっていうか、皆さんにも有益だなって思う情報がいっぱい入ってるコメントは、固定っていうのをしています。なんかピンみたいのでピってしてるやつです。で、一番上になっています。チャプターのところも固定になってるんですけど、それ以外にもし固定があったら、それを読むと、すごい皆さんが知識いっぱいのコメントが読めると思うので、もしお時間のある方はそこを読まれるといいと思うんですけど、なんだっけ、モンディムっていう私の編んでみたい毛糸はちょっとウール 100% だよとか、なんだっけ、細いんだよとか、モンディムじゃなくてラナグロッサじゃなくて、なんだったっけ、私もちゃんとコメントを読んでから言いますね。それでラナグロッサをおすすめしてくださってて、あ、そうだ、その名前もよく聞くんだったと思って、いっぱい糸ありますよね。そして新しい毛糸を編むっ
ていうのがすごい楽しいんですよね。なんかでも外れを引きたくないっていうのがあって、だから有名なソックヤンを選びがちっていう私の冒険できない私の差がですが、これは良くなかったよってなったらショックだし、せっかく編んだのにって思うので、いつもだからオーパールケイトになってしまったのはそのせいですね。それこそオマに行った時にあまりいい毛糸が手に入らなくって、アクリル 100% のドイツ色の、ソリッド単色みたいなのを自分で組み合わせたりしている靴下とかを一生懸命編んでたので、そう、どこに行ってもね、毛糸で靴下を編む私。あと、カセットヒールのキーワードがわからないっていうのを言ってたら、いやー、すっきりしましたね。教えてくださる方がいて。真ん中です。基本は真ん中。真ん中の目が何目か。で、そこからかかとが何目か、何目にするかっていうのを考えて、例えば56目だったら、その真ん中って28目じゃないですか。で、28目のとこにまで行ったら、マーカーをして、で、そっから何目のかかとの始まりにしたいかの分を編んで、2目一度して1目編んで戻ってきて、この編みたいのの半分にすればいいんですね、かかとはね。あ、かかとを持ってくればよかった。かかとの最初。で、さっきと同じ目進んでから2目一度して1目編んでってやると、そこのスタートは決まると。で、最後30目にしたかったら、で、私は30目スタートで56目にしたから26目じゃないですか。26目減らさなきゃなんないから、4目からスタート。4目のかかとで、どうしよう、こんな感じかな。4目のスタートで、30目にしちゃいと。26目増やしたから26目待ちにしたから、ここが26目になるんですね。13目で。だから4目。だからその半分の2目、2目で結構尖ったかかとになるんです。で、ですればいいっていう、すっきり。私の中で、すっきりしました。そうか、真ん中だったのか。そして何段かっていうより、自分が増やした分減らせばいいんだ、という感じです。で、そんな4目からスタートだと、結構尖ってるんじゃないかなって、それこそつま先チューンっていう方がいらっしゃるんですけど、かかともチューンってなるんじゃないかなって思ってたんですけど、その方が編んでくださってる靴下の写真を送ってくださって、違うかかとだったんですけど、結構かかとは尖ってたり4目とかしかなかったとしても、履いてしまえばここが、マチがこうなってくれるので、いくら尖ってても大丈夫っていう、すごい納得のいく写真でした。素晴らしい。インスタグラムされてる方なので、もし、その写真が出てたら、見てみてくださいっていう。いや、でも、見なくても、こう、口でね、説明すればね、その方の自由ですからね。そう。なので、つま先は4目スタートだとさすがに、ちょっとね、そんな、あ、そういうミトンとかありますよね。私のまん丸つま先の逆で、とんがってるミトンありますよね。どっかの国の編み込み模様の。それがつま先だったらちょっとね、変なんですけど、でもかかといくらとんがってもいいんだっていうのも目から鱗でした。もう、ありがとうございます。もう、いろんな技を試してみたいなっていうのが集まってきて、ちょっと時間が欲しいです、私。編む時間が、試し編みする時間が欲しいです。そんなこんなで、いろいろコメントに楽しんじゃってる毎日送っているのですが、あれ、何目か。1,2,3,4、あ、大丈夫だ。ちょっと気がついたことがあって、皆さんに感謝したいと思います。何かというと、この冬私、風邪で熱を出しませんでした。毎年、毎月のように熱を出したりして、もう今日はやってられないっていう日がいっぱいあったんですけど、
去年もコロナを疑われるほどの熱が何回かあったんですが、この冬は一度もそんな、平熱が高いんですね。私7度近い、37度近いのですが、なので熱っていうのはもうほんと8度近くになったのだと、それぐらいにならないと普通のまま、元気のままなんですけど。で、そういう熱を一度も出さなかったんですよ。風邪っぽくなったらすぐ風邪薬を飲むっていうのが最近、それでも間に合わなかったんですよね。今までの冬。で、なぜかと思ったら、今日も帰ったら、靴下を編みたい。そして動画を撮りたい。コメントを返したい。なんていう日々をずっと繰り返してたら、なんだろう。風邪をひいている暇がなく、だから引かなかったんではないかと思っています。皆さんありがとうございます。なんかこう年々体が弱るっていうのがへこむじゃないですか。でも今年は良かったです。ありがとうございます。このまま花粉症にも耐えて、なんか花粉症情報もちょっとゲットしたので、コメントのおかげで。なんだっけ、噴霧するスプレーだって、ちょっと買ってみようかなと思ってますし。健康でずっと靴下編みができるかもしれません。ありがとうございます。皆さんの励ましのおかげだと思います。そして今日も動画を撮らなければという義務感というか、それはもうちょっとニヤッとしてる方の、撮らなきゃダメだっていう切実なんじゃなくて、ニヤッと、ああ、と、撮らなくちゃな、今日もっていう喜びの方の義務感なんですけども、おかげで風邪をひきませんでした。ありがとうございますという感謝の気持ちを込めて、今日の編み物ラジオを終わりたいと思います。5段ぐらい編んだかな。間違ってないといいな。後で調べてみたいと思います。今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。